皆さんこんにちは。あぐら編集部の石田雅彦です。毎週木曜日、今週のあぐらという番組をお送りしています。今日はですね、先日私が取材してきたシーテックジャパン2014幕張メッセで、行われていたものなんですが、その中で、私が着目したですね、ロボットについてお話ししたいと思います。皆さんご存知かどうか分かんないんですけれども、フランケンシュタインコンプレックスっていう言葉があるんですね。フランケンシュタインっていうのはご存知のように人造人間、人間が、怪物を作ってしまった、そういう物語なんですけれども、人間は昔からですね、人形をこう作ったりですね、江戸時代にはからくり人形でそれを動かしてみたり、人間のような形をした人工的なものを作ってみたいという欲求があるようなんですね。で、ロボットにはそのヒューマノイドロボットという人型ロボットがいます。アニメや漫画のデスアナトムもヒューマノイドロボットも一種です。で、フランケンシュタインコンプレックスの中にはこうやって人間と同じような形をしたものを、まあ神様に成り代わって人間が作るっていう、そういう願望があって、その一方でですね、自分たちが作り出した人間そっくりの怪物にですね、自分たちが殺されてしまうんじゃないかという恐怖がある。それについて、説明した言葉がフランケンシュタインコンプレックスっていう言葉なんですけれども、皆さん、ご覧になったかどうかわからないんですが、映画監督のリドリー・スコットが撮ったエイリアンという映画があるんですけれども、エイリアンの中にも人間そっくりのヒューマノイドロボットが出てきてですね、ヒロインであるシガニー・ウィーバーを襲ったりするわけです。で、自作のエイリアン2ではですね、逆にそのヒューマノイドロボットがヒロインを助けたりするんですけれども、我々の日常にでもですね、どんどんそのロボットが身近になっている時代なんですけれども、以前からロボット研究者の中には、一体ロボットのインターフェース、外見がですね、どうしたら我々のこう恐怖を感じないで済むか、接しやすいインターフェースになるのかっていうことが、デザイン的にもですね、コミュニケーション的にもずっと論じられてきました。皆さんご存知のホンダが開発したヒューマノイドロボットアシモ、あれはですね、こうヘルメット型の頭部をしていまして、顔はこう画面がこうなんかスモークガラスに覆われていて、よく見るとこう中にこうレンズが入ってるんですけれども、顔というものではないですね。我々がこう、ヒューマノイドロボットというふうにしてイメージするのは、人間と同じような顔をしているそういうロボットをイメージするんですけれども、先日私が取材したシーテックジャパンではですね、東芝という家電メーカーがヒューマノイドロボットを展示していました。展示会、東芝ブースに来場いただきありがとうございます。最後までごゆっくりご覧ください。私の名前は千平愛子です。よろしくお願いします。今手話の勉強中です。これは千平愛子っていう名前のですね、
ヒューマノイドロボットで、人間そっくりの女性の形をしていて、手話でですね、コミュニケーションするわけです。以前私が取材した大阪大学の石黒博史教授という研究者の先生がいらっしゃるんですが、彼はその人間そっくりのロボットを作ってですね、その人間そっくりのロボットが一体我々人間の感情に何を訴えかけてくるのか、どんな反応を人間から引き起こすのかということを研究したりしているんですけれども、この東芝が作った千平愛子というロボットはですね、その石黒先生と協力して東芝が作ったロボットということなんですね。で、石黒先生はですね、人間にはその不気味の谷っていう感情がある、これはですね、あまりにも人間に似すぎている別の創造物、別の物体に対して人間は不気味に感じる、そういう感情のことを言ってるんですが、漫画のような一見して明らかにロボットだと分かるヒューマノイド、これについては、あ、これは人間とは別物なんだなっていうふうに認識して、それに応じた対応を我々は身構え、それに用意しながら感情を整理して接することはできるんですが、我々人間とちょっと見分けがつかないロボットが目の前に現れた時に、実はその非常にこう恐怖心とかですね、違和感、不気味だと感じるわけです。で、冒頭に紹介したフランケンシュタインコンプレックスっていうのも、人間と見分けがつかない存在が人間が作り出した物体に、ロボットとかそういう人造物に人間が取って代わられてしまうんじゃないかという、そういう恐怖心がその中に含まれているんですが、この不気味の谷っていう感情がですね、そのフランケンシュタインコンプレックスと、どう関係しているか、そういったことも石黒先生は研究しているわけなんですね。最近話題のですね、ソフトバンクが開発した、ペッパっていう、それもヒューマノイドのロボットがいるんですが、彼女のそのペッパーの表情を見るとですね、明らかに漫画チックで、あんまりリアルな人間のにそっくりに作っていないわけなんですが、一体どこまで人間に似せたら我々はそのインターフェースとしてロボットと接しやすいのか、どこまでロボットしていた方がむしろ安心するのか、今後ですね、いろんなロボットが現れてくると思うんですけれども、皆さん、その例えばソフトバンクの、お店に行くとペッパーがいたりするんですけれども、可愛いと思うのか、これはちょっとなんか変、不気味で近寄りがたいと思うのか、怖いと思うのか、ちょっと自分の感情を整理して、自分の中に問いかけてみてください。動画で紹介している東芝の千平愛子も、遠巻きになかなか近寄らない観覧者の方もいた反面、非常に興味深く近寄って、でどんな風に動いているのか、どこまで人間と見分けがつくのかつかないのかっていうのを興味津々で、観察している人もいました。私が、短い間その千平愛子の展示を眺めていて感じたのは、女性は結構不気味とか気持ち悪いっていう感想を述べていたりするんですが、男性の方が非常に興味津々で近寄っていって観察するような傾向があるような気がしましたけれども、これは千平愛子が女性だから同じ同性の女性が気持ち悪いと思うのか、異性である男性の方がその千平愛子に興味を持つのか、この辺のところもですね、まだ解明されていない、感情のメカニズムだとも言われていますね。あなたはその皆さん、その千平愛子の動画を見てどう感じるでしょう。そしてもしそういう千平愛子のようなロボットがごく身近にいた時にどう感じるのか、ちょっと考えてみていただけたら面白いなと思う次第であります。今週のアウラ、
これはあるんですが、アゴラチャンネルっていう YouTube のチャンネルにぜひ皆さん登録していただければと思います。また来週。